皆さんこんにちは、たたです。本日はビットコインの総分析をしていきたいと思います。今ですね、この瞬間も上がっていまして、97,700ドルということで、もう10万ドルまでですね、2,300ドルぐらいしかなくなっています。えー、なので、まあ、今日はですね、11月21日木曜日の、今日本時間は2時20分ぐらいに動画を撮ってるんですけども、えー、もう今日の夜とか、 にはもう10万ドル突破もしくはもう今日の、ね、昼とか、えー、2000ドルなんて一瞬でいっちゃうのでそもそもこの9万5000ドルから2000ドルぐらい上昇しているわけなんでね、えー、なので5000ドル幅上昇して10万ドルっていうのも全然無理じゃないのでチャート形状的にもこう徐々にこう上がっていってから上抜けして10万ドルっていうのも全然あり得るかなと思ってます、まあ、ただ一方でですねやっぱりまあどう考えても週足レベルで見ても 大陽線、大陽線、大陽線の3発目の今、大陽線なので、まあ、あの過去振り返ってみてもですね、2017年とかと比較しても、まあ、これが最後の上昇というか、一旦バブル崩壊とかね、その可能性も十分ありえるんじゃないかなと思ってます。えー、なので、まあ、今からですね、買うのは絶対にないなと思ってるんですけど、えー、売り時ですよね。この上昇が僕もちょっとね、どこまで続くのかっていうのはだいぶ難しいんですけど、 まあ10万なのか、このまま10万一気に通り過ぎて、11万、12万まで急騰して、髭つけて一気に10万か9万か 8, 千8万ドルまで落ちてくるのか、そこら辺がね、難しい。例えばこういう感じで急騰していってから一気にこう落ちてくるとかね。まあ、過去の値置き踏まえれば、2017年も2021年もそういう流れを、になっていたので、 まあ、ビットコインもね、そうなる可能性はあるんじゃないかなと。まあ、もちろん過去と同じにはならないと思うんですけど、ただ、チャートのその心理として、やっぱりまあ、上がりすぎたものは下がるし、この上昇がね、ずっとこのまま、深い調整もなく、浅い調整もなく、例えば、なんだろう、20万ドルまで一気にこう、垂直上げしていきますっていうのはないじゃないですか。まあ、そうなるかもしれないですけどね。ただ、やっぱりまあ、例えば、デジタルゴールドと言われている、えー、ビットコインが、 その金の値動きも、まあ、ここまで激しく水中加げしたときはなくてで、ある程度こういうふうな上昇があるとこう急落していったりとかっていう流れなんですよね。だからそういうことを踏まえると、やっぱりまあ今のタイミングで一旦例えば BTC を利確してとか、えー、もしくはアルトを利確するっていうのは十分に、えー、戦略として正しいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、なのでその辺をね、詳しく話していきたいなというふうに思います。 で、これからね、詳しく話していくんですけども、まだ僕の公式 LINE、公式メールに登録してない方はぜひ登録しておいてください。仮想通貨や投資、トレード講義などを無料でプレゼントしています。あと僕の実際するローンライトスクールのチーンベスタープレミアムライトプランというものもやっています。こちらの方では有料にはなるんですけども、実際のね、僕の役場履歴とか売買情報をリアルタイムで公開していて、えー、それでね、まあ、5年間やってるんですけども、まあ、ちなみに言うと、まあ、皆さんもね、YouTube 見てる方は、 あれですけど今回の上昇でね、まあ、僕はビットコインを早々に売ってしまったので爆益というかずっと持ってればね今まで持ち続けていれば、えー、2万多分平均食単価3万ドルぐらいだとして、えっと、3倍ぐらい取れてる今の9万ドルぐらいでなってるんですけども、えー、まあ早々に売ってしまってあるとは残ってる分もあるんですけどそれまで、ね、まあ 大したこととないというか、うん、だからまあそういうね失敗とかもあるんですけどもまあ YouTube で言ってることもそうだしジンベスターの方ではどこでどの数量ねあるところも含めて何十メ柄ガルと売買しているのでそれは全てね公開していますで結局のところ儲かってんのかというとこの5年間ですね、えー、儲かってますので、えー、そこはね信頼してもらえればなと思います、まあ、例えば損損切りかかかったたとか損失出した損 えー、BTCFX の損失、損切り、アルトコインとか現物投資での損失とか、あ、これはもう無理だと思って損切りますとか、そういったこともね、全部配信してますので、まあそういうの YouTube ではね、言ってない部分とかもありますけども、ジンベスタの方では買ったところから売るところまですべてね、えー、途中でうやむやにせず、買ったら買った、売ったら売ったと、持ってるものは持ってると、含み損になっても持ってるものは持ってるというふうな感じで説明していますので、興味ある方はぜひ参加してみてください。 あと使っている、えー、証券会社取引所はこちらの方になっています。で、僕自身マレーシア住んでいるので、バイナンスとか、えー、海外の取引所をメインで使っていますけども、まあ日本住んでいる皆さんもね、えー、海外の取引所とか、えー、の方が、ステーキングの金利が高かったりとか、あとは、こういったね、ミームコインとか、えー、は日本取引所は上場してないコインがほとんどなので、で、世界のトレンドっていうのはやっぱり今、ミームとか、えー、まあ BTC は日本でも売買できますけども、 えー、ミーム、うん、まあ、ほぼミームですかね、今のトレンドで言うと。まあ、空な系もちょっと一服してますし、まあ、えー、そういったね、メーカーの売買できるのは海外取引中だけなので、まあ、少なくともね、2、3個とかはアカウント作って、リスクエッジのために使ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、本題のビットコインの値置き、そしてその後にあるところの値置きとか、で僕は思っていることを話しますけど、まず、BTC がこんだけ上がっているのに、 ここののアルトの追随ががほぼないいっていうねところが僕は疑問です、すで今、さっきまでは、1時間前ぐらいまでこのビットコインキャッシュと SV はですね、上がってなかったんですけど、あと E キャッシュね、これはビットコインキャッシュからさらにハードフォークして生まれたのが E キャッシュってやつ、えー、なんですけど、この3つが、要はあのビットコインから簡単に言うと生まれたんですよ。ビットコインキャッシュとビットコイン SV とビットコインキャッシュからさらにビット e XEC キャッシュというのが生まれたって感じなんですけど、まあ、全部ビットコイン経由で生まれているので、えー、なんていうかな、ビットコインが上がってるから上がってるっていう感じだと思います。で、一方、ここにその、例えば、ソラナとか、最近上がっていたスイとかですね、えー、が、まあ、むしろ利角売りされてて、ちょっとアルトドレイン、アルトから BTC に資金が流れてるっていうような形になってますあ。ちなみにちょっと、あの、ここで AU のあれなんですけど、今ね、僕はあのマレーシアの方、 ラブアンっていう,こう島に来てて、ビザの更新来てるんですけど、あの、一人でね、来てるんで、撮影環境が違くて、今、いつも見たいにね、ここら辺にワイプ出したりとか、がちょっとわかんなくて、今、MacBook Pro でね、撮ってて、ちょっと音声とかね、一応テストはしてるんですけど、変な音だったりとか、声が小さいとか、あるかもしれませんけど、まあ、一本だけなので、この一本でね、明日帰りますんで、ご了承いただければなと思います。で、えっと、 であるとか追出してないって話でまああのミームですらですねまあ昨日あたりとかボンクとか昨日か一昨日かなボンクが結構跳ねたりとかもあったんですけども今この状況でまあ例えばこんだけ BTC 上がってるんで例えばイーサとかソラナ上がってるかなスイとかね大型アルトと言われるようなちゃんとこうミームじゃなくてプロダクトがあるようなコインもあんまり上がってないんですよまあリップルとかね数日前とかガルダの数日前までソラナも数日前まで上がってましたけど この BTC が最高値更新しているタイミングで上がらないっていうのは、まあ、完全な BTC 一強になってきているのかなという感じです。で、これがいいのか悪いのかでいうと、僕はあんまり良くないかなと思ってますね。まあ、その BTC の人気ですね、あの、もうこのコインポスターのメディアとか見ても、もう、えー、っとですね、さっきやったんですけども、ほとんど、まあ企業とかですね、国が、あの、ビットコイン財務戦略、つまりはビットコインを、えー、買って放置して上がるのを狙うとか、 マイクロストラティジーとかね。そういったことを今言ってるところはだいぶ多くて、でまあ、今からやってるとかね、マイクロストラティジーも最近買い増ししたりとかしてて、最近もですよ。まあ、ずっとやってますけど、あとこういうそのマイクロソフトにも買ってくれ、買わないかって提案したりとかね。うん、だかこういうのとかも、まあ、だいぶうさんくさいというか、まあ、これもね、そりゃそうだいい、いいと思う人もいれば、悪いと思う人もいると思うんですけど、そのビットコインの僕はその、 なんてですかね、この上がり具合が僕は何て言うんですかね怪しい動きしかしないなっていうふうに思ってて、まあ、その年数をかけて徐々に上がっていくなら分かりますけど急にこの垂直し上げし始めるっていうのはやっぱりまあ不自然というか、まあ、ここでもう買うとかっていうのはまずないと思いますし、えー、上がれば上がるほどねその儲けるっていうことはしづらい。今例えば この9万7千ドルで買ってしまって2倍目指すってなると20万ドルにならないと2倍にしかならないし1.5倍も15万ドルにならなきゃいけないしっていうことでまあその大きな利益を取るっていうことはほぼほぼ無理というか難しいんですよねで一方で下がる確率はっていうと本当未知数ですけどこのまま例えば8万ドルまで下がるとかでその後また上がっていくかもしれませんけどねだったらその下がるのを待って8万ドルとか 仮に10万ドルとか11、2万ドルとかなっても8万ドルまで下がるとか、むしろ下手すると5万ドルとかまで下がるっていうのも全然あり得るかなと思ってます。過去ね、6万ドルまで上がった時も2万ドルまで下がってるし、2万ドルまで上がった時も、えー、4000ドルぐらいまで下がってきてるんで、まあ数分の1になるっていうのは、あの、過去ね、ビットコインも何回も経験してるし、例えば、ナスダックとか、 そういったものも、例えば1万7千ドルまでつけて1万ドルとか、これだと2分の1でもないですけど、9千ドルから6千二2分の1でもないですね。ダウだと約3万から1万8千まあまあ、たぶん、3、40%ぐらいの下落しかしないですね。株,、えー、株価指数とか株式市場だと、まあ、個別銘柄だと、えー、メタとかはね、うんと、 380つけてからの100ドルぐらいっていうことで4分の1ぐらいに下がってたりとかまああるんですよだからそういったその上場企業でそのガ a ファークラスの株でもえ数分の1とか2分の1とかって全然あり得るんで BTC とかあるともね10分の1とか20分の1って結構あるじゃないですかだから今買ってしまうことによるその RR ですねリスクレア度比が やっぱりリターンはそんなに高くなくて、リスクは高いというか、まあその比較するどこまで下がるかっていうのを読めないですけど、例えばまあじゃあ約今10万ドルだとして5万ドルまで下がると。うんまあリスクこれね5万ドルまで下がらないっていうふうに思う人からすれば、そんな下がらないと思うかもしれませんけど、まあ仮にね、じゃあ8万ドルでもいいです。8万ドルはまずあり得そうじゃないですか。8万ドルまで下がってまた上行くとかね。低いリスクで言うと、 下がらないリスクで言うと8万ドル。でもまあ、あり得る可能性で言うと5万ドルぐらいは全然あるんじゃないかなと思ってます。まあ、こからすぐとは言いませんよ。例えばこの辺で12万ドルで天井を作ってこう、じわじわ下がっていくとかね。2025、6 2027とかまでかけてとか、わかりませんけど。そうなった場合に、えー、まあ、低くて8万ドル。大きくて5万ドルぐらいはあり得るんじゃないかなっていうのはリスク。で、リターンで考えると、今後2、3年でどこまで上がんのかっていうと、 まあ、二、三十万ドルかなと思ってます。こんだけね、勢いよく上がってるんで。って考えると、二十万ドルで二倍、三十万ドルで三倍ですね、十万ドルで買った場合。ただまあ、そこも本当未知数なんで、今は結構過剰に上がる評価ってね、僕もだからそもそも今年十万ドルいかないんじゃないかなと、こう落ちるんじゃないかなと思ってたんで、こういう感じでね、と思ったんで、でそこからまたこういうふうにいくんじゃないかなと思ったんですけど、えー、結局ね、サイクル通りに。 半減期の翌年に仮想通貨バブルになるっていうね。まあ、僕のショート動画の最高傑作の通りになってるんですけど、まさかですよね。本当にここに関しては。しかもこの急騰具合が、えー、まさかで、まなってるんですけども、まあ僕の投資戦略としては、まあ買いたくないかなと。むしろビットコイン持ってる方にも売りを推奨しますね。もしビットコインを現物で持っている場合、 まあ30%から半分かまあ7割売るとかそれぐらいやってもいいんじゃないかなと約10万ドルだし10万ドルの価格帯でまあそれが意識されて売り込まれるっていうこともあると思うので,で売り込まれて8万ドルから上がっていくことを狙うんであれば一旦10万ドルぐらいで売ってからの8万ドルで例えばまた30%買い戻すとか今50%売って30%買い戻すとか分かんないですけどね今30%売って30%買い戻してもいいし今30%売ってまあ最大30% の玉があるけども10%だけ買い戻して5万ドルまで下がるんじゃないかってことを狙って残りの20%の現金は取っておくとかでまたその何だろうな例えば8万ドル7万ドルなのか分かんないの例えば6万5000ドルで買う8万ドルで 10%6 万5000ドルで 10%5 万ドルでまた10%投入していくと。 それはどこまで下がってどこから反発してか分からないので8万で買って含み損になってから6万5000ドル買い戻したらそれが高をして上がっていくかもしれませんしでも残り10%の資金が残ってるんでまたその時にまたまたとここら辺で落ちてまた6万ドル7万ドル以上下がらねえなと思った時に残り10%投入していくとかもしくはその10%をあるのに投入するとかねまあお金余ってても結局いつでもね投資できるんで金融商品なんでね あのいつ買ってもいつ売ってもいいのが金融商品というかビットコインでも仮想通貨も株なんで不動産とかはそんな気軽にね、えー、できないですけどもうビットコインは今売ろうと思えば売れるし、えー、今,売ろう今買おうっていうのはリアルタイムで,できるところがメリットなんでだそう考えると、まあ、その僕もですねビットコイン持ってなくてああもったいないなっていう気持ちも、ねまあ、あるんですけどそもそも僕が持ってたビットコインの数量がね全然少ないんで。 あのアルトコインに主軸を置いてたんで。と思ったら今度ねあの、アルトコインは今年、まあ、ミームは跳ねましたけど、なんかビットコインの方が良いんじゃないっていうぐらい、あのー、上昇率がビットコインの方が高くて、えーね、でそれはなんでなのっていうと、僕は2021年とか2017年経験してるからこその、まあ失敗というか、まあしょうがないというかね、うん、ですね、なんかこんだけ急にビットコインが評価されるというか、上がると思わなかったので、 まあそこのミスはありますよね。で、だけども、じゃあ僕は損失出してるのかっていうと、損失は出してないので、機械損失の神ではあるかもしれませんけど、あの、爆損の神ではないので、僕はね。なので、まあ、ここに関しては僕はしょうがないのかなと思っています。だしね、まあ、投資なんで、その、読めないことは当然なので、ただ、こんだけ上がってる以上、ここで買うとかね、ああ、買っとけばよかったから今買うとかですね。 絶対なないいのでもうこれれ受け入れるしかないと思ってますねだしこんだけその急騰を常に当たり前だと想定しちゃうとやっぱりそれこそですね他の投資とかで失敗しちゃうと思うしビットコインの投資仮想通貨の投資でもこれが当たり前だと思っちゃうとやっぱり仮想通貨が冬の時代になった時とかにもう結局その今年出した利益とか含み益でも利確しなかったら意味ないと思いますしあと仮に利確してまた今年とか来年とかにまた投資しちゃうとすぐ投資した結果 来年から再来年にかけて冬の時代入って結局今年じゃあ5倍10倍にした資金が5分の110分の1になっちゃうっていう可能性もあるんですよね投資なんでねとあの当然全部毎年毎年利益になるとか毎年バブルになるっていうことの方がありえないので,でそう考えるとやっぱりこんだけ上がることの方が珍しいと考えてやっぱり利確するとか半分から7割利確するってのも全然ありだと思いますしビットコインとかね うん、全然ありだと思います。で、ビットコインのこの上昇の後に遅れてあるとこの上昇が来るはずなので、過去の傾向からするとね。だ今はまだ、その、イーサリアムとかはまだ安値圏だと思いますし、えー、まあ、のはお勧めしないですけど、あんまりね。ミームとかもまあまあ、ありかなと思いますけど、まあ、やっぱり慣れてる人じゃないと厳しいかなと思いますね。で、そのまともそうなプロダクトほど,ほどというか、あまり関係ないですけど、 うんまともそうなプロダクトでも全然上がってないやつもありますしそこの判断は難しいですよねまともっていうよりも今上がっているものの全てが、まあ、リップルとかねこのヘデラとかもイテフの申請出したりとかみたいなその話題性のあるものだけなんですよでちょっと今やっぱり弱いのは、まあ、同時上がってますけどそのなんですか同時も、えー、トランプさんとイーロン・マスクさんのおかげというかせいで上がっているわけで,で逆にやっぱり今弱いのはソラナとかね、うん 2021年あ2023年から2024年初めの3月ぐらいまでの勢いがやっぱりないんですよね、やっぱりね。この時はすごい急騰してましたけど、ね、今も急騰してるっちゃ急騰してるけども、上昇率で考えると全然上がってないんですよね。その20ドルからこう100ドルまで5倍ぐらい上がって、で100ドルまで下がってから、80かな、100ドルから、まあ、じゃあ200ドルまで上がりました2倍になってると。でここに下がって200 120ドルから240、2倍ぐらいになってますけど、やっぱりこの上昇率で考えると、ここね、もうすでに空のナで言うと300とか400ドルぐらいまで上がっててもおかしくないんですけど、えー、時価総額も,も低いしね、BTC と比べると。にもかかわらず、時価総額がでかい BTC の方にお金が集まって、BTC が上がってるっていうような現状なんですよ。で、おそらく、もしかすると BTC の利確売りが起こってですね、一気にストンってですね、 今、10万ドル付近ですけど、10万、まあ、約、じゃあ10万ドルまで行ったとして、10万ドル前後から一気にストンって急落して、9万5千から8万ドル前後まで。そうですね、9万5千ってことないか。10万ドル超えた場合、そうですね、9万から8万ドルくらいは落ちるんじゃないですかね、うん。10万から1万ドルから2万ドル幅、こう急落するっていうのは全然あり得るんじゃないかなと思ってます。 まなので、やっぱりま今のうちに売ったりとか、売りを強めてですね。で、アルトを売るかっていうのは結構迷います。僕も持ってるんですけど、あのー、アルトは残しておいていいんじゃないかなと思ってます。BTC 急落するけども、その急落したタイミングでアルトも下がるんだけども、またもう一回 BTC も上がると思うし、12月にかけてね。で、プラス、アルトは BTC の次の上昇よりも、アルトは次ですね、上がるときは、今以上の上昇があるんじゃないかなと。次、アルトターン来ると思いますんで。 そういう意味で、まっ、あ、たその BTC の急落を待って、アルトに仕込むとか、BTC に仕込む、最低その1万ドル、2万ドル下がってから BTC に買うっていうのはいいんじゃないかなと思ってます。だからね、こういう風に上がってるタイミングで言うと、まあ、僕もね、まあ、僕の YouTube 見てくれてる皆さんに、まあ、機械損失になってしまったかなと思って、申し訳ない気持ちはあるんですけども、まあ、投資に関してはね、本当にしょうがないので、まあ、だから、要は、全部当てていくことがそもそも不可能という前提に僕も立ってるんで、それはその、 YouTube だからというよりも、僕のその投資もそうですね、あの目線として、まあ、全部年を受け当てていくことは不可能だと。ただ、その、ありえない状況を常に予測する。要は、こういうような上昇って普通はないので、普通の他の金融商品ではね。だし、あの、それを、なんていうか自分で妄想しちゃうと、じゃあ、じゃあなんでここのタイミングで10万ドルいかなかったのっていう話になりますし、 なので、僕はですね、皆さんに、何て言うかな、うーん、そう、無謀な、こう、寝起きを予測してほしくないというか、僕自身もそうしてるし、で、皆さんにもね、なんとなく、その、なんとなくでいいので、やっぱりその皆さんも、やっぱりその、100 ですかね、無謀な値動きを予測してほしくないというか、まあ、仮想通貨だからそれが当たり前だったりするんですけど無謀な、ね、値動きもあ,あったりするんですけどただ無謀な値動きが来るかもしれないと要はこんだけ上がったら一気に急落も売り込まれることもあるかもしれないっていう意識を持って売ったりとかむしろ今は買わないでおこうとかねこ今大名で、まあ、結構悔しいとか、ね、思っている方とかも買っておけばよかったって思っている方もいると思うんですけど 例えばそれはね、2万ドルから持っていれば BTC をね、2万ドルから持っていれば10万ドルで5倍ですけど、例えば4万ドルの付近で買ったところで、やっぱり今2倍ぐらいしかなってないので、別にそこまで、その、すんごいこう投資で応存したって感じじゃないですよね。投資やってる方からすれば。まあ2倍の利益ってね、1メーに対しての投資で、まあ、結構大きいと思うんですけど、ただ、ビットコインに全額投資してる人って多分そんなにいないと思うんで、 いるかな仮想通貨だとビットコインだけっていう人も、まあ、いらっしゃると思いますね、えー、だけどもただほとんどの人はやっぱりビットコイン買ってあるとかってあと株とかもやってるとか、まあ、仮想通貨だけで回してるっていう人もいると思うんですけど、えー、だと思いますんでだからまあビットコインが2倍だけども、まあ、あると見てもらえれば今年ですらね、まあ、同時だって0.1から4倍0.4まで上がってたりとかそら、えー、リップルだって、ね、0.5から2倍、えー、なったりとかソラナは10倍以上でしょ それ以外でもミーム系で数倍取ったとかあと水も0.5から持ってれば3.5で7倍とか、まあ、今まで持ってればですけどねでも 0. あ2ドルで売ったとしても0.5から2倍4倍か4倍僕も取りましたしそ,のそういったことはあるのでだからやっぱり分散するってこと大事だと思いますし、えー、今のタイミングでどうすべきか っていうことい今、この後ですね、やっぱり急落が来そうだって僕は思ってるので、やっぱりそれに巻き込まれないようにするとかですね、そういった意識が僕はめちゃくちゃ大事かなというふうに思ってます。ということで、今回ですね、ビットコインの動きについて話したんですけど、僕はまあそろそろ急落が来るんじゃないか、派ですね。これ、こんだけ上がってるんで、うん。で、またこの急落が来るんじゃないかと思ってたけども、結局11万ドルまで上がっちゃった、12万ドルまで急騰し,したとしても、まあ、それはしょうがないと。 もう誤差だと思って、で、11万、12万ドルから一気に急落して9万ドル、ね、10万ドルか9万ドルか8万ドルまで下がっちゃったってなったとしても、じゃあその時に、まあ、どうするかっていうことを考えることですね。やっぱりまあ、今手出しすべきじゃないと。今やっぱり考えることは、BTC 持ってるんだったらやっぱり理覚のフェーズですよね。こんだけ上がってるんでね。こんだけ上がってて買うっていうのは、マイクロストラテジーの会長くらいなので、やめておいた方がいいかなと思いますね。うん。あとその、 ビットコインのね、その、なんですか、マイクロストラテジーじゃないや、マイクロソフトにや、ややこしいですね、マイクロストラテジーがマイクロソフトに、あの、ビットコイン投資を提案へっていうね、それも謎ですからね、うん。で、なんでそのビル・ゲイツとか、ウォーレン・バフさんとかがビットコイン買わないかっていうことを考えれば、僕もだから、なんですか、ビットコインはゴミとかは思わないですけど、やっぱり上がるペース感が不自然でしょ、どう考えたって。 価値あるものというかね。で、ビットコインをその財務戦略、米国もね、しようとしているっていうところについても、やっぱり懐疑的だと思いますし、それに続くのかと。で、そもそもじゃビットコインを持つことによるメリットと、ものとしてのメリットあるのかっていうと、ほぼないんですよね、やっぱりね。それが何かしらその世界の平等の通貨とか、AI としての通貨として使われる可能性もありますけど、もともと人としては決済通貨とか、あそことしてデザインされたものなんで、 だしじゃあ金の、ね、価値とでデジタルゴールドって言われますけどビットコインについては金って、ね、半導体とかチップとかにも使われて実際の価値はあります。あと金属として物、ね、として存在してますけども,もちろん、ね、僕もネットビネスとか、うん、投資とか物、ね、として存在もしてないことをやってるんでものその存在しないものに価値がないとは言えませんよ。だけども、えー、投資商品として 株価とかだって、なんで株価があって、株価が上がったりするのかっていうと、企業の売上が上がってるから株が上がるわけじゃないですか、基本的には。企業の売上が下がり続けて、売り上げがない、マイナス赤字、それでも上がる株もありますよ。でも基本は、GAFA とかの株だってね、こうやって NVIDIA だって上がってるっていうのは、やっぱり決算が良かったりとか、売上がずっと上がってるから上がっていくわけなんですよね。そういうそのベースが必ずあるわけなんで、それを無視して、やっぱりビットコインはずっと上がってきてるんで、 えーまあ、もちろんビットコインの価値自体も分かりますよ。あのー、世界各地に分散されていて、まあ、DAO で最も成功した形がビットコインというふうに言われてますけどその通りだと思いますけどただじゃあそこまでその国がね準備金として持つだけの信頼性として価値があるのかっていうと、まあ、そこはちょっとどっちかというと国がとかその1社がまとめて持つとかっていう概念じゃなくて全世界の人がやっぱりまあ平等というか 通貨ととしてて持つみたたいなな考えでででデザインされれるんで、まあ、それもまた違うのか国家準備金でねじゃあそれ何で持つのかというと結局誰か後から続いて買ってくるからそしたら価値上がるでしょというところだけなんですよね。だからそこにその希少性っていうのはまた違う概念というかあ最初に買った人が儲かっていくっていう概念ずっと持ってる人が儲かっていくっていう概念で,で何かしらそのユースケースっていうものはないわけなんですよね。 まあもちろんビットコイン決済とかもあるかもしれませんけど、じゃあそれ CBDC とか国の仮想通貨とかね、でダメなのって話だし、USDT USD の方がまだ無難というか、価値は変わらないんでね、米国のドルとペックされてるんで、っていう話もなりますし、そう考えると、まあ、今はかなりその米国の準備金とか、えー、企業もね、またビットコインを保有するっていう流れになってきてますけど、今はそうです。 だけどそれがやっぱり半年ごと数ヶ月ごとかなってくると例えばビットコイン保有戦略が米国で承認されませんでしたとかってなると、まあ、やっぱり一気にあダメだったんだと今はやっぱり噂の段階ですよね、えー、まだまだ行きそうだぞビットコインはと上がりそうだぞっていう段階で上がってるんでこれはだから、えー、噂の段階で今上がってると今噂の段階で買うっていうのはありかもしれませんけどやっぱり事実で えー、否認とかされて売られるっていう可能性もあるので、まあ、それがすぐ結果出ないと思いますけど、えー、まあ、でも、こんだけ上がってる以上ですね、やっぱり手を出すとかっていうのはやっぱりリスクが高いと思いますんで、えー、利確のフェーズとか、あとは BTCF でショート入れていったりとか、まあ、ショートもね、だいぶ怖いと思うんですけど、えー、ショート入れていくとかね、そういった方が僕はありなんじゃないかなと思ってます。要は、ショートしたときのうまみっていうのはとんでもないと思うんですよ。 一気にね、1万から2万ドルぐらいのストーン点で、ね、取れるわけなんで、だそういう意味で、まあ、今、9万7千ドルとか10万ドル手前からのショートっていうのは、一気に9万ドルとかまで落ちる可能性、まあ、これかなり難しいと思いますし、えー、初心者の方には推奨しないですけど、ある程度ビットコインとかね、BDCFK やってる方には、まあ、理解できるんじゃないかなと思います。まあ、もちろんそれがね、10万ドルジャスとか、11万とかね、10万5000とかで急落が来るのかっていうのは分からないんですけど、まあ、でもそろそろ来そうだぞっていうのは、なんとなく、チャート形状的にもね、 えローソク家的にも、この大陽線大陽線が無限に続くわけじゃなくて、そろそろね、この大陽線からの一気にこう、大陽線が陰線になるぐらいですね、髭げつけるぐらいのこういうようなね、えー、暴落が来てもおかしくないので、それにね、警戒しましょうっていう、えー、ことをですね、伝えたかったです。えー、ということで、本日の動画は以上になります。本日の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、公式 LINE の登録と、公式メールマンの登録と、 あと G i ベスターのプレミアムライトプランの参加と、あと、G、取引者証券会社の登録もしていただけると嬉しいなと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。